エルネスト・ブロッホは、スイス出身のユダヤ人作曲家、音楽教師。ジュネーブに生まれ、ブリュッセル音楽院で、ウジェーヌイザイ他に支持。その後、フランクフルト方法音楽学校にも学ぶ。1916年に渡米するまで、ヨーロッパ各地を転々とした。1924年に合衆国市民権を取得。教育者として、アメリカ各地の音楽学校から、ヒクテアまたで、 ジョージアン・タイルやロジャー・セッションズ、クイーン・シー・ポーターらが門人にいる。1920年12月に新設されたばかりのクリーブランド音楽学校の出席音楽監督に就任、1925年までその任を務める。その後、1930年代はほとんどスイスに帰省していたが、後にアメリカに戻った。オレゴン州ポートランドにて、ガンにより永民。 歌劇、マクベスを含む初期作品は、新ドイツ学派のリハルト・シュトラウスや、フランス印象主義音楽のドビュッシーの両方からの影響を示している。最も有名な作品を含む成熟期の作品は、しばしばユダヤ教の天霊音楽や、ユダヤ人の民族音楽をより読んどころとしている。この例が、チェロと還元楽のための、シェロモ、シュロモや、イスラエル公共曲イスラエルシンフォニー。 バイオリン曲、バール・シェム・バール・スキーム、バリトン・独唱と合唱、還元楽のための聖なる天礼アベガス・ハコデッシュに他ならない。ヨゼフ・シュゲティのために作曲されたバイオリン競争曲や合唱付きのアメリカ教師曲も、この時期の作品である。第二次世界大戦後の作品は、様式の上でより多様性が見られるが、本質的に、ロマン主義的な音楽語法は依然として残っている。 ヘブライ組曲スイートエブリックは相変わらずユダヤ的な題材を扱っている。合奏競争曲第2番はロマン派的な火星法を踏まえながらもバロック音楽の形式を用いることで新古典主義への関心を強調している。後期の弦楽四重奏曲などでは無調的な要素も見受けられる。ありがとうございます。